こんにちは、ミスター M さん。これ来ましたよ、ステンレスの。でかい。あのね、なんか 350cc、750cc 入るやつが2個。ゴールドのやつ。これでかいでしょ。すごいでかい。これはね、かなり飲めそうです。マイプロテイン。はい、じゃあでかいね、このマイプロテインのシェイカーです。これでね、お湯もシェイクできるんですよ。これで、きっちりとね、蓋も閉まるんで。ガツッと閉まりますね、これパチッと。だからもう安心、漏れない。で、おー、硬いですね、ちょっとね。で、これ開けるとね、もうすでに私コーヒー入れてるんですけども、ホットもちゃんとできますよ。うん、こうね、なんか見せられますかね。コーヒーの香りがする。もうほとんど飲んじゃったんですけども、こういう形でね。で、中にあのなんかこう金網みたいな、ボールみたいなの入れて、あの結構ね、あの黙りもできずに、ダマもできずにシェイクできました。これで熱いやつをね、ちょっとこの下の半分ぐらい入れて、ジャーっと混ぜて、その後なんですかね、熱いコーヒーとプロテインを混ぜて、その後またね、もう一杯熱いコーヒーを入れるということで、だいたいね、2杯入れるとちょうどいいかなというところでございますね。750ぐらい入ります。もうたっぷり入るんで、これでかい。ほら、今まで飲んでた1杯分のやつがこれもう倍ぐらいあるでしょ。これでね、冬場でもあったかいのが飲めます。ただね、プロテインあったかいので飲むって感覚がちょっと妙ですね。まあでもなんかちょっといい感じでございます。これはね、倒れにくいし、倒れてもこぼれないしね、いいと思います。どうでしょうか。はい、しつこくてすみません。ちなみにですね、今まで使っていたのがこれでしょ。で、このゴールドがこれ、やっぱりね、ちょっと大きいんですよね。でもこれも結構大きかったんですね。これが熱湯を入れると割れちゃうんで、こっちステンレスですね。ほら、いいでしょ、こんな感じで。で、500のペットボトルがこれですね。こんな感じ。だからペットボトルよりもちょっと大きいですね、こっちの方がね。もうこれ1本たっぷり入ります。便利便利便利。